はい、ここからパート5ということにしました。話が全然切れんからな。何これ怖い。何これ怖い。そこで何をしている。いや貴様、その核は私のものだ。よこせ。キャこのままでは危険だ。早くアネットを安全な場所へ急げ。へへへへへ。怖い怖い、もう全体的に怖い怖い。不気味さが抑えきれてないです。これさ、誰が原作書いてるの。何これ、マンドラゴラがいっぱい何か。これのストーリーを誰が考えてんの。わかんねえな、原作者なのかなと思うんだけど、思うんですけど。わかんない。でも今はキャスカを助けるためにはマンドラゴラの核が必要なんだよね。そのはずだ。で、そのなんたらの木ってのはどこにあるんだ。大樹はどこにあるんだ。地下道はどうして教会にこんなものが。お前はここで教会には地下道があるものだ。相場が決まってるんだ。一人の方が都合がいいのさ。なぜ。あのシスターを切り殺すこともやむなし。びっくりした。風か。びっくりしたわ。行きます。よし。え、今押せたっちゃ。反応が一瞬遅れたな。どこに X ボタンがあるかわからんかった。これがドリキャストブランクってやつか。ドリキャブランクってやつか。こいつら襲ってこねえだろ。かわいいし。かわいいやつは襲ってこねえの法則。かわいいやつとは戦わない。カエルもおるから、そうも一概に言っとれんか。あ、出口がないっすね。闇雲に走っている。あの、左手の法則に従って、左手に沿いながら歩いているんだけど。あー、道がわからん。お？お？こっちか？違うな。はあ、だんだん怖くなってきた。リタイアするかもしれない。申し訳ねえ、これどうすりゃいいんだ。ぐるぐる回ってるだけか。真ん中に何かあるとか。でもねえな。いや、わからんな。積んだか。積んだ説。いやー、わからん。この石の上を今歩いていて、石の上、違うなあ。なんか、ん？違うか。いや、襲ってくるじゃないか、このちっこいのも。無限に湧いてるんだけど、このちっこいのたちが。いやー、わからんなー、わからんなー。これは画面暗いじゃない。おお、ここか。あ、こっちから出るそう。今闇雲に歩いてなんとかなってるけど。下かい。下見える。これ下になんかある。こんな状況って許さん、許さんぞ貴様ら。もう許さん。
これ以上このわけのわからん状況に付き合っても。もう許さん。お前らもう許さんぞ。上からの岩石痛すぎるんですが。もう下もよくわかんねえし、助けてくれ、助けてくれ。これはこれにはガッツもゴリップク逃げる。もうもうこっから返してください、返してください。怖っ。来てしまったのですね。来てしまいました。満身創痍です。シスター、あんたもマンドラゴラに疲れてるのではないですか。なんだこれ、これが2個ですとかっていうか。うぎゃー。あ、マンドラゴラの一部なんだ、シスターは。やらねばならんようだな。いつも周りにマンドラゴラツキンがいたんで気づかなかったぜ。あんたも奴らの仲間かよ。そりゃそうだろう。もらえないの、ね、これはマンドラゴラの声なのね。今のままで十分なんです。これ以上傷つけないで。あなたたちに渡さない。 A ボタン押したって。ほう。今のままで十分なんです。これ以上傷つけないで。なるほど。いや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 。撃ってみるか。撃ってみた。撃ってみた結果。こういうの大体先に手を攻撃するのがセオリーか。もうなくなりましたね武器が。地味すぎる必殺ウェポンが。ガード。多分手から攻撃するんだと思うんだよ。ちょっと溜めるか。溜めてもね。なんか、いや、聞いてる聞いてる、なんか聞いてる。今バーサーカーモードのようだ。静かにバーサーカーモードになったな。あ、こっちが終わってる。なんだこの手を、この手を。手が、手がおら、近くに高い高い高いところにあるんだ。お？で、で真ん中か。左死んでねえじゃねえか。開いたな。これで真ん中をやるという感じでしょう。ういガードしてんだけどな。わかった。わかった。遠隔攻撃だ。なんつかね、この音は。うん、どう攻撃したいかわかんないんだから。なんでカンカンってなんですかね。あ、当たった。いやあ、あの QTE みたいな A ボタンとか押すのやつ失敗したことで、多分武器とかは回復したんだと思うんだけど、スタミナとか、つまりコンティニュー扱いだったんだと思うんだけど、ちゃんと普通のコンティニュー扱い。ここでバーサーカーモード発動。おお
容赦なし。あ、ジャンプしたらいいか、あれ。なんとかこのミリの HP でこの ボタン連打が重い。回復。やっぱ剣で切った方がいい。飛んでんだけどな、ジャンプしてんだけどな。いや、戦闘地味ですね。戦闘地味ですね。もうよもやこれがラスボスとも思わないし。これ跳ねたんじゃないか、飛びか飛べたんじゃないか。近づきすぎるとわさわさってなる。さあ、この地味戦闘を耐え、君はこの地味戦闘を耐えられるか。またバーサーカーモード。なんか倒して、冗談じゃねえぞ。なんだこれ。これは隠すかね。なんだ、てめえ生きてたのか。生きてたのか。渡さない、この子は誰にも渡しません。ああ、マンドラゴラと一心同体かと思いきや、これはこれは、そんな、いつの間に。また一匹見つけたぜ、マンドラゴラ付きの化け物が。てめえは、シスターの命が。私たちをあなたのもとへお導きください。そして罪深しこの者たちに。シスターの命が。ウドウ陣営みたいになってる。その核だけは渡していけ。いや、あんまりそこまで思わんぞ、シスターの死について。そんな、これは何、これカクは、あいつらだよ、キャスカを連れ去ったのは。我々は別に、どういうこと、関係者ではございませんので。町であなたの行動を監視していたところ、あなたが不穏分子のアジトに招き入れられるのを私の部下が偶然目撃しまして、とりあえず間違いない。おかげで町のダニどもを一掃することができました。だからそれとこれとは関係ない。しかしながら、この件に関してあなたはよそ者だ。その通り。通常の知れぬ旅の者にこれ以上深入りされては何かと私の不安が悪い。とりあえずおとなしく返してくれないかな。おとなしく従っていただきましょうか。我々には人質があることをお忘れなく。村が焼き払われとる。おお。おお。何あれは。ゾッと。これはこれもあの。化け物。引け。これもあの本編に登場してくる。顔なじみさんってことなの。人が遅かったようだな。この手で試してみたいところだったな。な、何を。だが、人間をして破れるようでは鷹も必要とはしない。鷹グリフィス。化け物の軍隊でもこさえよってのか。どうかな。それよりここで貴様と出会いし、まさに奇遇よ。一度目の時、言うほど奇縁か、言うほど奇縁か。だって、下がって、だって会いに来てくれたんじゃん、わざわざ。勝てるわけがない、こんなもの。勝てるわけがない。Thank you.
勝てるわけがね。冗談じゃねえよ。冗談じゃねえ。格が違う。こんな投げされたら近づけないし、かといって距離取っても戦うような戦い方がないし、こんなの。ウェポン、どこに撃ってるんですかね。戦い続けるの、勝てるまで。これ編集しないといけないかもしれないな。負けシーンがボンバーマンのように汚ねえ花火になっちまう。効かねえな。勝てるとは思えんぞ。これはきつい。動きが早い。ダメだ。いや無理だよ。無理だ。ただ解決法は特にないです。このままいける。強いとは思うが、しかし1時間ほど戦っているわけじゃない。30分ぐらい片付く。ニューニューに比べれば貴様だと赤子の手をひねるようなものだ。あとちょっとじゃないか。あー負けました。今回で引導を渡す。絶対渡す。そろそろもう君とのお遊びはもう飽きたよ、ゾッド君。あのゲーム実況者の人がさ、すごい強い敵と戦う時のダイジェストみたいな、ダイジェストっていうかさ、飛ばしたりするじゃん。あの倒せるシーンまでカットしたりするじゃん、よく。ああいう時の喋りがさ、あんまりこれ冴えてねえなって思う時あるじゃない。それはしゃあないよ。それはしゃあないよって今思った。何回もこれそのシーン練習して喋ってるわけじゃないからさ、それ練習してくる。何回もこれを撮るわけだ、何回も撮り直しをするわけだ。その度ごとにこう面白いことを言わなくちゃいけないっていうのは非常に難しいと思うんだよね。どれが OK テイクか分からんのにさ、ずっと喋り続けて、で運よく倒したやつを OK テイクにするだけだから、その喋りがベストである、ベストではない可能性が高い。ベストっていうか、まあおそらくもうヘトヘトになってるから、強ければ強いことね、という言い訳をさせてください。このゾット本当にええ加減にせえよてめえ。ええ加減にせえよてめえ。ええ加減にせえよ。俺だってなあまりに理不尽なことがあるとさすがに切れたくもなるぞ。それだよ、その角投げだよ。そいつがあのいろんな条約に違反してる気がする。こっちも爆弾を使っていくよ。これがな、なんか弾かれて嫌なんだよ。まだいけるか。これがな、うえそれだ、そいつがいけねえって言ってんだ。こっちのガード負荷の角投げが、それだけは許せん。他の打撃とかは許そう。まあ100歩譲って譲ろう。これだ
そいつだよ。それが許せんと言ってんだ。わかるか。この角に蹂躙される気持ちが、その角投げだけは許せん。正義の鉄を下す、正義の撤回を下す。こっちがこうガードできないのをいいことに、ガードしてももう許さんからな。こっちはもうバーサーカーモードだから、そっちの攻撃通らんぞ。これで終わりじゃ。正義の、あれ倒したんか。正義の撤回下してくれるわ。ありがとう、ありがとう、褒めるの。でも君のその角はずるかったよ。ずるかったよ。ガードの上から削ってくるから、ガードの上から入れてくるから、投げにも及んでくるから。楽園の娘、乗せてってよ、そこまで言うなら。町まで。キャスカ、ガッツ、あれ見て。何？あ、取れた。ポロン。あれ、あら、今まで一体何や。ん？どういうこと？あ。寝ちゃったんだ。あらあらら、よかった、みんな正気に戻ってく。ハッピーエンドじゃん。死んでる。何があったんだ。父さん、父さん。笑っちゃいけないけどさ、俺助けた兵友なんだから。こいつが私の子供を殺したのよ。くしょー、てめえ。ダークファンタジーありがちな勘違いで迫害されるやつあるある。なんて言わないのさ。悪いのはあんたじゃないでしょ。勘違いされてこう石とか投げられるあるあるだな。はい、行こう。もうここにはいないんだ、幸せな人。はいよ、町を立て直せ。そして火を消そう。火を消しましょう。どうした。この辺で一旦どっか終了にしよう。おまけに城の中のマンドラゴラツキたちも暴れ始めるわ。バルザックは軍隊ですわ。研究室のマンドラゴラツキの兵隊たち、喋るったらないもの。その人たちも花に取り憑かれて暴れ出すわ。でもう何がないやら。キャスカ、